座間山雄一参議院議員が私の応援へとここ笠間口まで来てくださいました。ありがとうございます。まさま間山雄一参議院議員、本日は本当にありがとうございます。マイクの方を変わらせていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。大船駅前においでの皆さん、こんにちは。もう本当に選挙戦間近に迫ってまいりました。私は参議院議員の間山雄一です。今日は長谷川悦子のご支援のお願いで、今日は大船駅前お邪魔をさせていただきます。私は参議院議員間山雄一です。ニュースをお伝えしておりました。思いっきりのありがとうございます。思いっきりの間山雄一です。今日は長谷川悦子のご支援のお願いで伺っております。長谷川悦子、今回は横浜市会、栄区から挑戦をさせていただきます。ここはちょうどね、鎌倉市との市境になりますけれども、長谷川悦子は横浜市会栄区から挑戦をさせていただきます。今私の隣、赤いたすき、長谷川悦子です。実は私は政党は立憲民主党なんですけれども、長谷川悦子さん、党派を超えてですね、無所属ですけれども、私たち立憲民主党、長谷川悦子さんを応援させていただいております。ぜひ栄区の皆さん、ご支援をよろしくお願いします。そして先ほどから私と一緒にこちら今日はお邪魔をしております。この鎌倉の隣、逗子からも、市議会議員の中西直美さん、逗子市議会議員も今日は長谷川悦子の応援でこちらお邪魔をさせていただいております。今回私たち、立憲民主党ですけれども、女性議員をなるべくたくさん増やしたい、私たちの世の中、ぜひお願いします。よろしくお願いします。私たちの世の中見てお分かりのように、どうもありがとう、長谷川さん、エスカレーター、ほら、はい、エスカレーターありがとう、かわいいね、中学生かな、ね、ありがとうございます。こちらは長谷川悦子でございます。私たちの周りを見回せば半分は男性でも半分女性ですよね。だから政治の世界だって男社会、もういい加減にこの男社会の政治をやめて女性の議員を増やしたい。こんにちは、長谷川悦子です。横浜市栄区から、市会に挑戦をいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。長谷川悦子です。ぜひ皆さんのご支援よろしくお願いします。半分女性じゃないですか。ところが見てください、政治の世界っていうのはやっぱりまだ旧態依然としております。もう男ね、私も男で議員ですけども、もう本当は男の社会です。でもやっぱりおかしいですよね。私たちの世の中というのはやっぱり男性と女性と、それぞれがですね、やはりいろんなことを協力してやっていく、政治も大事だと思います。これからの政治、今多様性とか共生っていうことが今言われています。いろんな人がいます。いろんな思いの人がいます。いろんなことをやってる人がいます。そういう人たちが全部集まって、やっぱり一つの私たちの社会を作っていってます。政治の世界だけ今ちょうどいびつです。ちょっとやっぱりこれ直さなくちゃいけないと思います。ありがとうございます。ぜひこの皆さんお住まいの横浜市栄区、ここから一人でも多くの女性議員を出していただきたいと思います。長谷川悦子、ぜひ皆さんのご支援をよろしくお願いいたします。しかもですね、あまり自慢して言うことじゃないですけれども、長谷川悦子は、シングルマザーね、お子さん、ね、シングルあ、そっか、ごめん
供、すいません、あのご主人いました、子供を2人育てる、やっぱりあの子育ての苦労も知っております。ぜひですね、そういうやっぱり経験を持った人が議員の中にいなければやっぱりいけないと思います。男社会の政治だから、やはりどうしても歪んだことが多い。だからこそ皆さんの一票で一人でもたくさんの女性議員を誕生させていただきたい、私参議院議員の真山雄一からもぜひお願いしたいと思います。今日長谷川悦子の応援に来ている逗子の市議会議員の中西直美、中西直美でもですね、中西直美も逗子で女性議員として本当にその存在感をちゃんと示しています。男性の議員なんかに負けませんよ。もうね、男性も女性もそんな区別ありません。能力があれば議員としても十分やっていける、そうした今社会になってきてると思います。私はやっぱりこれからの私たちの生活は多様性、いろんな人といろんな人たちが一緒になってやっていく、そういう社会を作っていかなければいけないと思います。こんにちは、こちらは長谷川悦子でございます。どうぞ皆様のご支援よろしくお願いいたします。そして長谷川悦子が今回挑戦をするのは横浜市、横浜、ありがとうございます、横浜市会です。横浜にお住まいの皆さん、今横浜どんなことが問題になっているか、実は問題たくさんあるんですね。意外と横浜平穏な街だというような感じもありますけど、そうじゃない、たくさんあります。今やっぱり皆さんに訴えたいのは、長谷川悦子も2人の子育てをしてきた、横浜今まだ人口が増えています。どこの町も人口が少なくなって困りますけれども、横浜は増えている。人口が増えるということは町がとっても元気な証拠です。活性化もあります。人口が減るとやはり町の力、にぎわいもなくなってしまいます。このお隣の鎌倉市、大船の駅前もとってもにぎやかです。やっぱり町に活気があるからだと思います。横浜も活気があります。人口増えてます。でも人口増えるということがいいことばっかりじゃなくて、実は悪いこともある。それがやはり子育てに影響が出てます。保育園がやっぱり足りません。お子さんを育てる若いお父さんお母さんたくさんいます。あ、じゃあはい、ありがとうございます。いらっしゃい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。保育園が足りません。待機児が今年もとってもたくさんいます。どのぐらいいるか皆さんご存知でしょうか。今横浜市には隠れ待機児が3000人もいます。3000人もちょっと多すぎますよね。いくらなんでもやっぱり保育園を少しでも増やして、そして待機児を減らす、これは何よりも急いでやらなければならない政策じゃないかと思っています。こんなこともまだなかなかできない。林市長さんは一時期横浜待機児ゼロですって胸を張りました。でも実際はそうじゃなかった。隠れ待機児がいました。それ以来横浜市はまあゼロとはね、もう言えなくなってしまったんですけれども、ゼロどころか3000人も待機児がいる。ありがとうございます。長谷川悦子です。どうぞよろしくお願いします。3000人も待機児がいて、そのまんま平気な顔していられないですよ。やっぱり変えていかなくちゃいけないと思います。ぜひ皆さん、特に子育て中の皆さん、この駅前にもいらっしゃると思います。お子さんを保育園に預けて、そしてお勤めに行く、やっぱり保育園がちゃんとしなければ安心して働くこともできない。今そんな社会が私たちの周りにあります。だからこそ女性の議員も増やして、そしてそうした子育て対策をしっかりとやっていく、今横浜市に必要なことです。こんにちは、ぜひ皆さんのお力を貸してください。そして一人でも多くの方が保育園に入って、そして安心して働ける、そんな横浜市をやっぱり目指していかなければいけないと思います。長谷川悦子、全力で皆さんのために、子育て中の皆さんに働いてまいります。ぜひよろしくお願いをいたします。そしてその他にも横浜中学生の給食もありません。中学校給食がない。横浜みたいな大きな町で給食のないところは珍しい。
まだ横浜ないんですよね。浜弁っていうのはありますけども、でも今この駅前に中学生の方いらっしゃいますか。浜弁どうですか。浜弁お父さんお母さん、特にお母さん、お子さんは浜弁についてなんかね言ってますでしょうか。浜弁はあんまり美味しくない、あるいは冷たくて嫌だ、お子さんがそう言ってます。だからお母さんはやっぱりお弁当を作る、愛情弁当、お母さんが作るお弁当確かにいいですよ。でも考えてもみてください。今どこのご家庭もお母さんもやっぱり働いてる、そんなお家が多いです。朝忙しい時にお弁当作るのも大変、やっぱり中学校であったかい給食が出る、こんないいことない。だからこそこの横浜にも給食を、中学生のために給食をやっていく必要だと思います。あの今長谷川悦子の応援にお隣逗子市から中西直美市議会議員が来ております。中西さん、逗子は給食ありますか。ね、ありますという大きな声聞こえたと思います。あるんです。逗子にあってどうして横浜にないんですか。おかしいぞ。そうだ、おかしいじゃないですか。だから横浜にも中学校給食実現しましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。で、こうやって見てると横浜いろんなことあります。今小学生のお子さんだってね、中学、今年からもうすぐ間もなく中学生、そういうお子さんいらっしゃると思います。中学校給食ないんですよ。ねえ、寂しいじゃないですか。絶対子供だったら給食って楽しいですね。ぜひ横浜市にも給食を実現させたい長谷川悦子、中学生のためにもこの給食実現全力で尽くしてまいります。まだまだ抵抗は大きいんです。この給食実現するためにはとっても今影響、あの抵抗が大きくてなかなかできません。だからこそ給食を作ろうっていう議員を増やしていかなければいけないんです。一人でもそういう議員を誕生したい。長谷川悦子、中学校給食賛成。子どもたちのためにいい教育環境を作っていきたい。子育てを大事にしていきたい。そんな長谷川悦子をぜひ皆さんの力で横浜市会に送っていただきたいと思います。そして私、今日参議院議員の真山雄一がやっぱり横浜の皆さんにどうしても訴えたいことは、こんにちは、長谷川悦子でございます。どうぞよろしく。横浜市会でございます。どうぞよろしくお願いします。私は横浜の皆さんにどうしても訴えたいことは、もうお分かりと思うんです。横浜今カジノ作ろう、そんなこの話がどんどん進んでます。実は林市長さんは、まあ、この神奈川には大変力のある自民党の官房長官がいらっしゃいます。こんにちは、先の前です。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございます。菅官房長官というのはいらっしゃいますね。もう自民党安倍さんも日本にカジノ作りたくてしょうがない、作りたくてしょうがないというよりは作らざるを得ない状態になっている。なぜか、それは皆さんもご存知です。トランプ大統領、トランプさんのお友達がカジノを経営しています。ラスベガスで、あるいは最近はシンガポールで、そしてカンウォンランドで、韓国です。こういったところでカジノを経営している、アメリカの資本が全てカジノをやってるんですよ。日本の会社じゃないんです。だから日本にカジノを作るとすると、アメリカの会社がカジノをやります、ギャンブルをやることになります。なぜか、トランプさんのお友達がカジノ会社の大立て者です。トランプさんが大統領選挙を戦うときにカジノの業者から5億ドルとか10億ドル、大変な金額の政治献金が行われました。だからトランプさん、カジノ業者お友達、もう言うことを聞かざるを得ない。それが今度はトランプさんのお友達と辞任をしている安倍さんのところへ来ている。だから日本にカジノは進出をする。大阪が今決まってますね。でもその他どこが有力な候補かというと、やっぱり横浜なんです。本当に横浜にカジノの皆さん必要でしょうか。カジノなんかできたら横浜どんなことになるんでしょうか。ぜひ皆さんと一緒に考えたいと思います。カジノができると横浜の経済は活性化して地元が潤う。経済界はそんなことを言ってます。
でもね、アメリカ資本のカジノが来るんですよ。日本でお金儲かったらみんなアメリカ持ってっちゃいます。横浜が賑わいを取り戻すなんてこと絶対ありません。その逆のことがいっぱい起きます。こんにちは、長谷川悦子です。長谷川悦子です。まず横浜の環境が悪くなります。カジノなんかできたらろくなことはない。環境が悪くなる。環境が悪くなればお子さんの教育にもいい影響が出ません。横浜は環境がいいからこそ人口が今増えてんじゃないでしょうか。ところがカジノなんかできたら環境は、ありがとうございます、途端にダメになっちゃうね。どん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 人口流出しちゃうかもしれない。そんなことが起きるかもしれません。そして何よりも一番心配なのはギャンブル依存症が増えることです。ギャンブル依存症って今230万人も日本にいるんですよ。皆さんのご家庭の中にもギャンブル依存症の方、そんな方がいらっしゃるとかありませんか。ありがとうございます。ギャンブル依存症は病気じゃないんです、中毒です。薬、麻薬と同じです。だから一旦ギャンブル依存症になるともうなかなか治らない。横浜がギャンブル依存症の人たちだらけになったら本当にもう見るも無残です。だからこそ横浜にカジノはいりません。ぜひ皆さん、今回の選挙、私たちの身近な問題と同時にカジノを作るかどうかということも実は大きなテーマになってます。でもカジノ賛成する議員がいっぱいいるんです。いっぱいいるからあんまりこの問題表沙汰にしない、そーっと選挙を終えようね。カジノの問題触れないで選挙終わって、終わったら途端に横浜にカジノって話が出てくるかもしれない。だからこそ皆さん、今この選挙で私たち横浜の市民の皆さん、カジノ反対の人はぜひ声を上げていただきたいし、反対の議員を一人でもたくさんぜひ誕生させていただきたいと思います。今回のこの横浜市会議員選挙はカジノ隠しで行われています。ちょっと大げさな言い方になりますけども、本当にカジノ隠しなんです。カジノの問題をそっと隠しといて、そして選挙を通り過ごして終わったらカジノの問題始まります。菅官房長官や安倍さん、トランプさん、みんな日本にカジノ作りたくてしょうがない。そんなことになったら大変です。だから私たち横浜市民がカジノ反対、そして市議会がカジノ反対を叫ぶ、地元が反対したらカジノできないんです。これがこの法案、今あるカジノの法律の決まりです。横浜市が作りたくても市民が反対したらできないんです。ぜひ皆さん、反対の方はぜひ意思を示していただきたいし、反対の議員をぜひ選んでいただきたいと思います。ここにいる長谷川悦子以外にもカジノ反対の議員はおります。もし皆さんそちらの議員応援してるんでしたら、その方でも結構です。でもカジノ反対でまだ決まってなかったら、ぜひ長谷川悦子を応援してください。議員の中にはカジノ賛成の議員の人がいます。間違っても賛成の人を選ばないでください。賛成の議員ははっきりとカジノ賛成反対を言ってません。長谷川悦子はカジノは反対、明確に皆さんに約束をさせていただいております。どうぞこの横浜のお父さん、お母さん、子供たちのために横浜にカジノやめましょう。カジノで横浜の環境を壊す、そんなことを絶対にさせてはいけないと思います。今度の選挙、もちろん教育の問題とか医療の問題とか福祉の問題、いろいろありますけれども、何よりも私たちのこれからの先、そして横浜の未来のことを考えたら、ぜひカジノ反対ということも頭の中に留めておいていただきたいと思います。長谷川悦子はカジノ反対です。横浜にカジノはいりません。ぜひ皆さんと一緒に横浜の環境を守ってまいりましょう。あの国際都市港町の山下公園、元町、そして中華街、ね、こうしたものをきちっと守っていきたい。そしてギャンブルじゃない、本当のもっときれいなお金でこの横浜の発展をぜひ皆さんと一緒に進めていきたいと思っております。今日はこちら大船駅前、横浜栄区の市会に挑戦をいたします。長谷川悦子のご支援のお願いで、今日は私、参議院議員の真山雄一、
そして私の隣には地元の衆議院議員早稲田由紀、いつもにっこり優しい笑顔の早稲田由紀。今日は早稲田由紀も長谷川悦子の応援に、そしてお隣の逗子からは中西直美逗子市議会議員も今日は駆けつけております。男は私一人なんですけどもね、みんな女性の議員さん、やっぱりこれから本当女性の力ですよ。女性の力を生かして政治もやっていかなくちゃいけないと思います。女性の視点で政治を変えていく、もうこれまでの男ばっかりのそんな古い政治はこれまでと、あ、どうぞ取ってください、大丈夫です、ごめんなさい、どうもありがとうございます。長谷川悦子で、あの一人でもよろしくお願いします。この横浜栄区から女性の議員誕生させてください。長谷川悦子、2人の子供を子育てをしてきました。だからこそ分かる子育ての問題、やっぱり女性ならではという、そういうことがあります。ぜひ皆さんにもそうしたことを理解していただいて、男性のやっぱり私では分からないことがやっぱりいろいろあります。男性と女性が協力して、そしてやはり私たちの暮らしを少しでも良くしていく、多様性と言われています。今多様性の時代というふうに言われています。いろんな人がいて、いろんな考え方があって、そうしたことを皆さんが調和を持って共生していく、それが今私たちの身の回りで一番大事なことだと私は思います。皆さんにもぜひこの多様性ということを大事にさせていただきたいと思います。ぜひ、女性の議員増やしていきたいと思います。長谷川悦子、今日はこの大船駅前で長谷川悦子のご支援のお願いをさせていただいております。今日はまだ年度始め、本当に皆さんお忙しいと思います。今日もお忙しい一日だと思います。でも必ず選挙行ってください。7日投票日、今度の日曜日です。もし日曜日どうしても都合の悪い方は期日前、期日前もうやってます。ぜひいらしてください。投票率を上げましょう。そして投票でしか、皆さんの一票、あなたの一票でしかやっぱり政治は変えられないと思います。ぜひ皆さんのご支援をよろしくお願いいたします。それではせっかく長谷川悦子が私の隣におります。長谷川悦子、長谷川悦子本人から、訴えをさせていただきたいというふうに思います。私は参議院議員の真山雄一でした。それでは皆さん、横浜市栄区の皆さん、長谷川悦子本人から本人の声をぜひ聞いていただきたいと思います。前は雄一参議院議員、本当にどうもありがとうございました。この笠間駅に、はい、私の応援ということで来ていただきました。本当にありがとうございます。たくさんの方から応援をいただいております。長谷川悦子、本当に皆様の応援を胸にしっかりと努めてまいりますので、ぜひ4月7日に行われます投票日には、ぜひ長谷川悦子、長谷川悦子と太くしっかりと強くご記入いただきたく思っております。皆様からいただきました期待を裏切らぬように邁進していきますので、どうぞ長谷川悦子、長谷川悦子にご期待を寄せていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。長谷川です。はい、ありがとうございます。先週より行われております統一地方選挙におきましては、私がこの栄区から市議会議員へと立候補いたしました。この栄区でございますが、3議席という少ない議席の上に7人が立候補しております。とても激戦でございます。ありがとうございます、長谷川悦子。しかしこの7人の中でも一番情熱とこのパワーが勝っていると思っております。そして行動力、誰にも負けていないと長谷川悦子は自負しておりますので、ぜひ私のこのパワーと行動力にご期待を寄せていただければと思っております。皆様、4月1日に新しい言語が発表されました。こんにちは、ありがとうございます。長谷川です、よろしくお願いいたします。新しい言語が発表されました。この言語とともに、もう間もなく新しい時代が幕開けしようとしております。この新しい言語、そして新しい時代とともに、長谷川悦子、この栄区に新しい風を入れていきたい、そのような思いで活動しております。そしてここ栄区では、少子高齢化、高齢化率が最も高い地域だと言われておりますが、この高齢化、長生きすることは大変素晴らしいことでございます。皆様が健康事業の、ありがとうございます、長谷川です。
健康寿命を延ばしていつまでも安心して暮らせる街づくりを行っていきたい。そして高齢化することは素晴らしいですが、若い力が足らないというのがとても問題なのでしょうか。私長谷川悦子はこの栄区を隅から隅まで必死に歩きました。そして歩きましたところ、本当に素晴らしいところをたくさん見つけました。区画整備がされております。そして緑がたくさんあります。公園もたくさんあります。で決まるとこもあれば、あれもう剥がれちゃったんで、風に吹かれちゃったんで、もうちょっとそれ、そうですね、パッポンで何とかあります。今回栄区から市議会議員へと立候補いたしましたのが長谷川悦子です。どうぞよろしくお願いいたします。本日は本当にご多忙の中、大船駅笠間口に真山雄一参議院議員がお越しくださいました。ぜひ真山雄一から激励の言葉と、そしてお伝えを聞かせていただきたいと思います。それでは真山雄一、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。長谷川悦子本人から訴えをさせていただきました。本当に聞いていただいてお分かりのように馬力があります。もうやる気満々の長谷川悦子です。ぜひ長谷川悦子に横浜市会任せてください。皆さんと一緒に横浜元気に街を変えてまいります。ね、この栄区っていうのは高齢化率が高いという話がありました。今少子高齢化、子どもたちのことを考えることも大事。保育園をありがとう、ありがとう、坊やありがとう、僕ありがとう、ね、ママは大丈夫？ママどっか行っちゃったのかな？大丈夫かな？はい、ね、長谷川悦子でございます。子どもたちが少なくなる、だからこそちゃんと保育園も作る、子育てをきちっとやっていかなくちゃいけない。でもその一方で高齢化ももうこれは避けられません。どんどん来てます。でも横浜お年寄りの方、街を歩かれていかがでしょうか。やはり年を取られてもですね、やはり街へ出て自分の自由な時間を持ちたい、そうした方はたくさん、ありがとうございます、たくさんいらっしゃると思います。でもやはり、年を取ると足腰も弱くなる。で、やはり歩いているといろんなことが、ありがとうございます、いろんなことが気になると思います。バリアと呼ばれるもの、階段があったり道路の段差があったり、ね、そしてちょっとまたがなくちゃいけないものがあったりする、そうした街の中にあるバリア、これをやはりバリアフリーにしていく、バリアフリーの街を作っていく、これも大事なことだと思っています。横浜市というのはやっぱり山もあります、坂もあります。こうしたことをしっかりと踏まえて、お年寄りにとっても暮らしやすい街づくりをする、これは大事なことだというふうに思っています。この大船にもエスカレーターがついたり、エレベーターがついたり、階段を上らなくても利用できるように変わってきています。こうしたバリアフリーの街をもっと進めていかなければいけないと思っています。私たち普通の感覚だとなかなかどんなところが邪魔っ気になるかわからない。でも本当に年を取られて、そしてちょっと足が不自由になったり、あるいはちょっと歩くのが億劫になったりすると、街の中のそうしたものが気になります、ね、ぜひそれを長谷川悦子に言ってください。そしてどうぞ、お年寄りの方にとっても優しい街、バリアフリーの街を広げていきたい。この横浜市栄区だけでなく、横浜全体に、そして神奈川全体に、そして日本をもっともっとお年寄りのためにバリアフリーの、ありがとうございます、そんな街をですね作っていきたいというふうに思っています。長谷川悦子、どうか皆さんのご支援を長谷川悦子よろしくお願いをいたします。今日は私、国会議員、参議院議員の真山雄一です。国会の話も少しさせていただくと、今本当に安倍内閣、もうこれ以上安倍内閣に任せておきますと、私たちの暮らしはダメになるし、民主主義は壊されるし、もうそうしたことがどんどん続いてます。格差が広がってます。私たちの暮らしを見てください。こんにちは、長谷川悦子です。格差広がる、そして貧困もどん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 増えています。今7人に1人の子どもが貧困家庭だと言われています。貧困の家庭は、ね、やっぱりお母さんと子どもたちだけ、いわゆる母子家庭、シングルマザー、
こうした人も今増えています。やっぱり今の私たちの社会というのはいろんな人がいます。昔だったらそんなに目立たなかった。でも今お母さんが一生懸命子育てをしている家庭もある。そうした家庭にとっては子どもたちの貧困が今大きな問題になってきています。満足にご飯が食べられない、家で一人でコンビニに買ってきた、ね、パンやお弁当を食べる、そんな子どもたちが増えている。お母さん忙しい、働かなくちゃいけない、子どもたちがどうしても一人ぼっちになっちゃう。だからこの横浜にも子ども食堂というのが。ありがとうございます。長谷川悦子です。ね、もう飛んで皆さんと握手をさせていただいております。長谷川悦子も本当にフットワークはいいです。軽いです。何でももうどん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 実行あるのみ、それが長谷川悦子でございます。ぜひ皆さんのご支援、そして長谷川悦子を横浜市会に送っていただきたいと思います。ですからそうした貧困が増える、子どもたちがあったかい、ありがとうございます。あ、そうですね、鎌倉ですね、ありがとうございます。そうですね、ここはね、横浜栄区とそして鎌倉市長の境でございます。鎌倉にも立憲民主党の候補おります。飯野正武です。どうぞよろしく。正武おります。よろしくお願いいたします。子どもの貧困、だから食事の取れない子どもたちのために子ども食堂なんてのありますけどね、子どもたちを集めて、そしてあったかいご飯を食べさせてあげる、大事なことだと思います。子どもたちがそれでどんだけ元気、こんにちは長谷川悦子です。どんだけそれで子どもたちが元気になるか。でも私は子ども食堂ない方がいいと思います。ありがとう、どうもありがとう、バイバイ。長谷川悦子です。よろしくお願いをいたします。ありがとうございます。子育ても全力で取り組んでいきます。長谷川悦子は2人子育てをしております。子育ての大変、子育て中の皆さんの様々な問題もきちっと実現をさせていただきたいと思います。子ども食堂なんかなくしましょう。子どもの貧困、これもなくしていかなくちゃいけないと思っております。ぜひ長谷川悦子にご支援をお願いしたいというふうに思っております。今日はまだ年度始めです。本当に皆さんお忙しい一日だと思います。お子さんやお孫さんの入学式もうお済みになりましたか、ね、それから若い人たちはこれから仕事、入社式を済まされていよいよ社会人としてスタートをする。それから春休み、せっかくの春休みなのでご旅行に行かれる方もいらっしゃると思います。でも7日日曜日が投票日です。ぜひ投票に行っていただきたいと思います。一票じゃ何も変わらない、一票投票したって生活は何も変わらないとおっしゃる方もおいでになります。でも考えてください。一票を投じなければ何も変わらない。政治を変えるためにはどうしても一票必要です。皆さんの、あなたの一票は必要です。一票投票することから変えることができます。ぜひ私たちと一緒に真っ当な政治を作ってください。私たち立憲民主党、長谷川悦子は党派を超えての今回無所属、あえて無所属で挑戦もいたしますが、ぜひ皆さんと一緒に、ありがとうございます長谷川悦子、ね、ありがとうございます。若い人に応援をしていただいている長谷川悦子、ぜひ皆さんのご支援をよろしくお願いします。この地元の、ね、もう働いてる高校生働いてる人、もうお仕事してるんですかね、どっちお仕事してるのかな、写真を、学生さんですか。学生さんでもね、選挙権あります。ぜひ危険をしない投票行ってくださいね。よろしくお願いします。こちらは長谷川悦子でございます。もうあと残り今日入れて選挙戦も3日、ね、もう3日残すだけです。全力で長谷川悦子戦ってまいります。最後の最後まで、本当に皆さんに支えられてここまでやってまいりました。さあもう一息、長谷川悦子ぜひ、ありがとうございます。もう一息長谷川悦子にご支援をいただきたい。なかなかこの栄区大激戦です。もう長谷川悦子全力で頑張ります。よろしくお願いをいたします。そして
私は参議院議員の真山雄一、どうもありがとう。長谷川悦子、よろしくお願いします。ニュースをお伝えしていた真山雄一です。思いっきりの真山雄一です。そして私の隣におりますのが地元の衆議院議員、早稲田由紀も長谷川悦子、応援しております。よろしくお願いいたします。皆さんと一緒にこの横浜変えてまいりましょう。長谷川悦子、どうぞあなたの一票を長谷川悦子にどうぞよろしくお願いいたします。それでは参議院議員、私真山雄一から、今度は地元の衆議院議員、早稲田由紀にマイクをバトンタッチしたいと思います。参議院議員真山雄一、どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。今日はこちらで真山雄一参議院議員が長谷川悦子頑張れと応援に笠間口に駆けつけてくださいました。私たちは立憲民主党の仲間として長谷川悦子さんを全面的に応援をしてまいります。私はこの栄区、そして鎌倉、逗子、葉山、ありがとうございます。この4区から衆議院議員として皆さんにお世話になっております早稲田由紀です。長谷川悦子さん、立憲民主党党員としてありがとうございます。どうぞ皆さん握手をしてください。長谷川悦子さん、この子供を育てる2人の子育てのお母さんです。だからこそ児童虐待、こんな痛ましい事件が相次いではならないと、児童虐待ゼロ、根絶を訴えています。こんにちは。私たちは当たり前のこの長谷川悦子、真っ当な政治をこの栄区から、ありがとうございます、横浜市から変えていく長谷川悦子です。の可愛いですね。ありがとうございます。私たちは上からの一強の押し付けの政治ではありません。皆さんと考えるこの草の根からの民主主義、当たり前の真っ当な民主主義に変えていきましょう。これがこの今回の令和という新しい時代にふさわしい社会の在り方ではないでしょうか。もうお任せ民主主義はやめる。人に任せてはいい社会が作れるわけがありません。皆さんにも今までも参画をしていただいている、いろいろな街づくり、ボランティア、それの延長が政治です。だから私たち立憲民主党はあなたですというふうに枝野代表おっしゃっています。それは結局皆さんと一緒に考えていく、前に進めていく、政治家だけで政治をやるものではないという考えです。こんにちは。立憲民主党はあなたです。そして長谷川悦子、この横浜市会で立候補いたしました。そのために今日は真山雄一参議院議員、長谷川悦子頑張れと応援に来てくださいました。思いっきりテレビの、あ、どうもありがとうございます。長谷川悦子でございます。ありがとうございます。どうぞ応援してください。私たちは皆さんで、みんなで、このありがとうございます、立憲民主党、政治を作るあなたが立憲民主党であります。そのために私たちは地域からのボトムアップの政治です。こんにちは。皆さんの税金の使い道を決める、大変この重い議会の役割、ありがとうございます。ぜひ若い方にも興味を持っていただきたい。皆さんがいくら無関心でも、政治は否応なく皆さんの政治にくっついてきます、直結します。だからこそ無関心であっても、そして本当に政治から遠い方ほど政治の支援を必要としている方に他なりません。どうぞ皆さん、その地元の政治を作る長谷川悦子、立憲民主党横浜市会候補の長谷川悦子とご支援ください。今日は仲間が大勢、真山雄一参議院議員、そしてお隣逗子からも
加藤秀子、逗子市議会議員、そして中西直美市会議員、そしてボランティアの仲間の皆さん、本当に長谷川悦子、長谷川悦子頑張れと、あと一歩二歩と皆さんで応援をしています。こんにちは、大変お仕事お疲れ様でございます。4月からこの働き方改革、これが施行されていますが、これで皆さんの過重労働、長時間労働が是正されたでしょうか。私たちは大変疑問です。長谷川悦子は働く人の代表としてありがとうございます。皆さんがこの働きやすい安全安心な職場をありがとうございます。長谷川悦子は作ってまいります。どうぞ県議会へ挑戦、長谷川悦子、長谷川悦子です。長時間労働で本当にありがとうございます。自ら命を絶つ人まで本当にいらっしゃる、大変なこの状況です。立憲民主党の私たちは今回のこの働き方改革法案でも、ありがとうございます、いくら残業時代上限の100時間決めたとしても、これは過労死のラインです。とんでもないと思っています。だからこそ立憲民主党、私衆議院の早稲田由紀は、このこういう決め方よりも、とにかくインターバル、退社してから出社するまでせめて11時間開かなくてはいけないというような、そういう対案を出させていただいています。あ、お疲れ様です、ね、子どもたちを健やかに育てるために、立憲民主党長谷川悦子、長谷川悦子は子育て真っ最中のお母さん、2人の子育て中です。だからこそ生活者の目線で、ありがとうございます、ありがとうございます、生活者の目線、母親の視点で政治を考える、これが当たり前の真っ当な政治だからです。私たちは業界団体の癒着のあるような党ではありません。どうぞ、あ、お帰りなさい。立憲民主党長谷川悦子もまさに子育て真っ最中です。だからこそ皆さん、子育ての悩みを長谷川悦子、長谷川悦子とお寄せください。私たちは一緒に考えたい。どうぞ握手をしてください。長谷川悦子、長谷川悦子でございます。みんなで考え、そして行動すれば必ず変わる。私たちは今、安倍一強政治のもと、本当に数の力では負けています。だからそれを打ち破るために、今回のこの統一地方選挙、大変重要です。いつまで皆さん、このありがとうございます、おごりの傲慢な政治続けさせていくのでしょうか。参議院選挙もあります。でもその前に、この地元からやっぱりこの立憲民主党の私、衆議院の早稲田由紀が自信を持って推薦をしました。長谷川悦子、長谷川悦子、ぜひ皆さん、ありがとうございます、横浜市会へ送り出していただきたいと思います。立憲民主党長谷川悦子、長谷川悦子でございます。そしてこの横浜にカジノ誘致はいらない、だって皆さんの大切な税金です。そんなことに使ってる余裕はありません。しかもアメリカのこのカジノの会社が来るということを、もうトランプさんと安倍さん約束をしてきてるんです。だから何にもなりません。アメリカのためにカジノ誘致やってるようなもんです。そんなことに税金を一銭たりとも使わせてはならない。立憲民主党はカジノ誘致に反対、そしてそれならば当然子どもたちの健やかな育ちのためにこそ、ありがとうございます、中学校給食を実現する、これこそが立憲民主党、 ありがとうございます、立憲民主党長谷川悦子は中学校給食の実現、早期実現のために頑張ります。ありがとうございます、大変お世話になっております。皆様ありがとうございます。ありがとうございます。児童虐待ゼロ、そしてカジノ誘致、カジノ誘致反対、そして中学校給食実現のために、長谷川悦子、立憲民主党早稲田由紀推薦の長谷川悦子は頑張ります。どうぞ皆さん、力を貸してください。7日の投票日、ご都合悪い方はぜひ
もう期日前投票、夜の8時まで行われています。どうぞ長谷川悦子、長谷川悦子とご投票ください、ご支援ください。必ず皆さんのお役に立てる長谷川悦子でございます。私この地元衆議院の早稲田由紀より皆様にお願いを連日させていただきます。ありがとうございます。それでは今日長谷川悦子、長谷川悦子さんの応援に、長谷川悦子候補の応援に来て駆けつけてくださいました立憲民主党参議院議員、ありがとうございます。真山雄一参議院議員、長谷川悦子頑張れと応援コールをいただきます。衆議院議員早稲田由紀からマイクをバトンタッチいたしました。参議院議員の真山雄一です。お帰りなさい。こちらは長谷川悦子でございます。でちょうど4月、今日は幾分昨日一昨日よりも暖かくなってますが、でもやっぱりちょっと風が冷たい一日です。どうぞ気をつけてお帰りをいただきたいと思います。またお出かけもどうぞ気をつけていらっしゃっていただきたいと思います。こちらこの大船駅前でご挨拶をさせていただいております。長谷川悦子、長谷川悦子でございます。もう選挙戦残り少なくなってきましたけれども、全力で長谷川悦子皆さんにご支援をお願いしております。新人ですね、本当に知名度なかなか大変です。ぜひ皆さんのご支援をよろしくお願いをいたします。新人にとっては組織もありません。今日もこうやって私たち仲間が駆けつけて長谷川悦子応援をしています。今日はですね、私参議院議員の真山雄一なんですが、あと見てください、全部長谷川悦子の応援団は女性です。女性陣ね、もう本当に負けそうですけれども、でもね考えてみてください。今私たち立憲民主党は女性議員を増やそう、一人でも多い女性議員を作ろう。今や女性の時代、女性の働く時代、その割に安倍さんあんまり閣僚大臣の中にね、女性がいないです。たった一人しかいないです。おかしいですよね。やっぱり女性を大事にするんだったらもっと女性の閣僚を作ってほしい。失言だらけの 大臣を辞めさせて女性を新しく大臣にしてくれてもいいんじゃないかと思います。この今長谷川悦子の応援今日は応援駆けつけております。まず長谷川悦子の隣には地元の衆議院議員の早稲田由紀、私は早稲田由紀さん、キャッチフレーズはいつもにっこり優しい笑顔の早稲田由紀です。もう本当に皆さんと優しい笑顔で、そして皆さんの声をしっかりと聞いて国会へ届けております。私参議院議員の真山雄一も長谷川悦子、そして早稲田由紀と一緒にやって頑張っております。そしてお隣逗子からは2人やっぱり女性の議員さんが応援に来てくれています。加藤秀子逗子市議会議員、そして中西直美逗子市議会議員、結構これ多いですね、この辺鎌倉とか横浜、本当にありがとうございます。女性の議員もいらっしゃいますね。ぜひ皆さんの力でこれからももっともっと女性の議員を増やしていただきたいと思っております。私たちの社会は男ばっかりじゃない、半分が女性です。だからこそ議員ももっと女性を増やしたいと思います。国会議員あるいは地方議員というともうほとんど男の世界、ね、男ばっかり、全国男だけの議会っていうのはまだあるんです。女性がいない、ね、1700ぐらい、地方に議会があるんですが、そのうちの3割ぐらい、300いくつがまだ男性しかいない、そんな議会があるそうです。おかしいですね、私たちの暮らし半分男性半分女性、だから議員もぜひ半分まで女性でも私はいいと思います。ぜひ皆さんのお力を貸してください。そしてこの横浜市栄区からは長谷川悦子、女性の議員をぜひ誕生させてください。ただ女性だからいい、そういうもんじゃないんですね。やっぱり女性でも政治をやる能力がある、皆さんの代表として皆さんの代わりに暮らしを守る、
そして政治を身近なものにする、そういう力も必要です。長谷川悦子はそういう力を持っています。実行力があります。もう本当にいろんなことをやってまいりました。2人の子供を育てる一方で自分として事業を立ち上げて事業も手掛けてまいりました。とにかく実行力があります。実現力があります。だから長谷川悦子は議員としても本当に優秀な議員になります。ぜひ皆さん長谷川悦子、長谷川悦子をぜひ応援をしていただきたいと思います。これからの社会は多様性、いろんな人がいます。さまざまな思いを持った人がいます。そうした人たちが全てお互いを認め合って生活できる、暮らしていける、そんな社会を、ありがとうございます。そんな社会を絶対これからは作っていかなければいけないと思います。差別があっちゃいけません。今ヘイトスピーチというのが本当に大きな問題になってます。特定の人種とか特定の人とか、そういうことを一方的に悪口を言って攻撃する、そうしたことが今行われている。政治はそんなことをなくす、これが大事なことだと思っています。政治の世界ではそういう差別をする、格差を作る、こうしたことは何としてもなくしていかなければいけないと思っております。ぜひ皆さんの力を貸してください。私は所属は立憲民主党です。長谷川悦子はあえて今回政党に所属せず無所属で、どうもありがとう、どうもどうも、ね、はい、ありがとう、気をつけてね、どこ行くんですか、気をつけてね、はい、ありがとうございます、いってらっしゃい。こちらは長谷川悦子でございます。格差を作らない、差別を作らない、そんな政治をぜひ実現していきたいというふうに思っております。これからの私たちの社会、多様性を大事にする、そしてみんなが共生、共に生きていく。今少子高齢化、子どもたちが少なくなっている、だからこそ子どものこともしっかりと考えていかなければいけないと思っています。この横浜、まだまだ教育、子育て十分じゃありませんね。市長さん女性なんですよね、女性なんだから本当に子育てもっともっと頑張ってやってもらわなくちゃいけないけれども、依然として保育園は足りない、待機児はいっぱいいる、中学校給食はない、それから横浜はまだまだ子どもたちのいじめ、そうしたことも時々起こります。こうした問題もやはりできればなくしていけない。いじめなどで自殺をした子どもさんがいる、親御さんはもう二度とこういうことを繰り返してほしくない、いつもそういう言葉を聞きます。ありがとうございます、どうもありがとう。でもなくならない、なくしましょう。皆さんが一緒になって、そして私たちも全力でいじめもなくす、あるいは児童虐待、こうしたこともなくしていきたいというふうに思っています。子どもたちのための未来を作らなくてはいけない、今回の選挙はそうした大事なテーマもあると思います。ぜひ皆さん、長谷川悦子、2人の子どもを育てたその経験を生かして、本当に子育ての大事なことを実現していきたいというふうに思っております。さらに他にもお年寄りのための暮らし、これもやっていかなければいけないというふうに思っております。今日はこちらに長谷川悦子応援団、たくさんの応援団が駆けつけております。今ちょっと並んで、おりますけれども、見てくださいね、私以外は女性の応援団が今日は長谷川悦子のために駆けつけてくれました。こう一点とは全く逆の状態になっておりますけれども、ありがとうございます。今日は地元の衆議院議員は早稲田由紀、そしてお隣逗子からも2人市議会議員が今日は応援に駆けつけてくれております。加藤秀子逗子市議会議員、そして中西直美市議会議員、長谷川悦子、本当に仲間たちからも信頼される、それだけ実行力がある女性です。皆さんのためにもう働く能力十分です。ぜひ横浜市会、この栄区から長谷川悦子を送っていただきたいと思います。もう選挙戦もうわずか残り少なくなりました。ぜひ皆さんのご支援をお願いしたいというふうに思っております。今日はまだ年度初めの本当にお忙しい時だと思います。忙しい一日、
お出かけになる、あるいは今お帰りになってきたいらっしゃる方もおいでだと思います。本当に一日お疲れ様でございました。選挙は7日日曜日です。ぜひ危険をしないで行っていただきたいと思います。こちらは長谷川悦子、長谷川悦子でございます。こんにちは、いってらっしゃい。で、風がちょっと冷たいです。どうぞ気をつけてお出かけをいただきたいと思います。こちらは長谷川悦子でございます。私はこの今この新しい年度を迎えて何かと皆さんも物入りじゃないかと思います。入学お祝いも必要だし、ね、新しく社会人になられた若い人へのお祝い、そしてあるいはこの春休みにご旅行に出かける、でも皆さんの暮らしちょっと一回振り返ってみていただきたいと思います。このところの日本の経済あまりいい状況ではありません。安倍政権はですね、ありがとうございます、安倍政権はもうこの3年景気が続いてるよ、いい景気になってるよ、そう言ってるけど皆さんは実感ありますか？私はそんな実感はちょっともない、そう思います。実感がない、それは当たり前です。物価は上がっている、ね、今日もお買い物あるいはお食事などにお出かけだと思うんですが、本当に物価が上がってる。またこの4月からもですね、いろんなものが値上がりをしてるんですね、知らないうちに。で、値上がりはしないまでも中身が少なくなっちゃう、ね、量が少なくなっちゃう、見かけは全然わからない、値段も同じでもよく見たら量が少なくなってる、そんなことが今起きてる4月から。そういうのはたくさんあります。あの介護必要なご家族を抱えている方もいらっしゃると思います。介護の費用も上がってます、ね、今までだったらデイサービスも気軽に受けられたのに、そのデイサービスさえ介護の費用が上がってなかなか受けられなくなってくるお年寄りもいらっしゃいます。デイサービスの受けられなくなるということはそれだけご家族への負担が増える、まあ、こうしたお宅も増えていることは確かです。やっぱり何からお金を使っていくか、今今回の安倍政権を見てもですね、消費税を上げる、で消費税を上げたらその分は社会保障に使う、福祉に使う、介護に使う、ありがとうございます、子育てに使う、本当はそういう約束をしてくれたはずなんです。ところが消費税を上げて、その上げて増えた税収を全くよくわからないものに使っている、それが今の政権なんです。そんなことをもう平気でやってしまう、だからこそ私たちはそうしたものをやわせするためにもこの今の巨大与党何としても追い落とさなくてはいけない、新しい政治を作る、民主主義をもう一回回復する、私たちの国民のための政治をもう一回回復する、お金持ちだけがいい思いをするようなそんな政治を終わらせたい、そして本当の民主主義を、まっとうな政治を私たちは作っていきたいというふうに思っています。この横浜市南区からは、あ、栄区からは失礼しました、栄区からは長谷川悦子、栄区の皆さん、長谷川悦子ぜひご支援をいただきたいと思っております。栄区は大激戦です、本当に激戦が続いてます、新人の長谷川悦子本当に大変です、知名度もまだありません、ね、もう一息です、もう二息まだまだ必要です、ぜひ皆さんのご支援をお願いいたします。握手をしてください、声をかけてください、長谷川悦子、それが一番の元気が出ます。あと3日間全力で頑張ります、ぜひ皆さんのご支援をよろしくお願いいたします。私は参議院議員の真山雄一、ニュースをお伝えしていた真山雄一、思いっきりの真山雄一でございます。今日は大船池へお邪魔をさせていただいて、長谷川悦子のご支援お願いをさせていただいております。もうあとわずかしかありません、ぜひ皆様のご支援をお願いいたしまして、私参議院議員真山雄一からの大船駅前でのご挨拶にさせていただきたいと思います。この後ですね、あのさっきから出てる長谷川悦子、長谷川悦子、ね、私たちがお願いをしている長谷川悦子本人がこの駅に来ております。長谷川悦子、もう顔お分かりでしょうか、背がちょっと高くて私真山雄一よりも背が高い、ね、長谷川悦子横におります、声を聞いていただきたい、長谷川悦子の思いを皆さんに聞いていただきたいと思います。それでは長谷川悦子本人にマイクを代わりたいと思います。
私は参議院議員の真山雄一、ニュースをお伝えしておりました真山雄一が今日は長谷川悦子のご支援のお願いで、大船駅前お邪魔をさせていただいております。ありがとうございます。長谷川悦子でございます。本当に嬉しいです。大勢の皆さんからご支援をいただいております。それでは長谷川悦子、本人から訴えをさせていただきたいと思います。はい、はい、長谷川悦子。皆様ご清聴ありがとうございます。大船駅笠間口をご利用の皆様ありがとうございます。長谷川悦子です。本当に温かい応援ありがとうございます。皆様からいただきました応援をしっかりと長谷川悦子、この栄区を栄えるように、そして一人一人が豊かな心を持てるように長谷川悦子をしっかりと邁進していきますので、どうぞ長谷川悦子、八木田江川悦子にご期待を寄せていただければと思います。ありがとうございます。本当に期日前投票を済ませてきたよというお言葉、本当にありがたく受け取っております。皆様からいただきました思いをしっかりと受け止めて、私この栄区に新しい力を入れていきたい。ありがとうございます。真山雄一参議院議員、本当にありがとうございました。本当は応援に来てくださいました真山雄一参議院議員、本当にありがとうございます。そして皆様ご清聴いただいてくださっている皆様、ありがとうございます。ありがとうございます。この栄区から私は市議会議員へと立候補することにいたしましたことを皆様にご報告に上がらせていただきました。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。長谷川です。ありがとうございます。本当に温かい声、そして北海道持ってきてくださったり、みんなのお心遣い本当にありがたく感じております。長谷川悦子、皆様にしっかりと恩返しできるように、このパワーと行動力を持って皆様のために努めていきたいと思います。ぜひ4月の7日に行われます投票日、投開票日にはぜひ投票所に行っていただきたい。そして今咲いている桜のように私も咲いてみたい、そのような思いで今回この選挙戦最終最後まで全力で走っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は長い間でございますが、ご清聴ありがとうございました。